ラジオ先輩始まるよ。待って、そんな始まり方なに。チャンピオンズのラジオ先輩とかじゃないんですか。にすんの。いやでお前がラジオ先輩だけでいいって言うからチャンピオンズ入れなくていいって前回の放送で言ったから。え、俺言ってないよ。言ってたよ。言ってないよね。もうさ、言った言ってないの会話とかやめようよ。小学生でもあるまいし。怖くないよ。お前言っとくけど、マジで言ってるからね。お前マジで聞き直せ。マジで言ってるからね。これで言ってたらお前本当にどうしよう。マジで脳内に物質を入れてすっごいゆっくり眠らせる。おやすみということで。いやラジオ先輩です。さあ、始まり方はいろいろ変えていきますよ。そりゃ模索していっていいのが見つかればですから。いろいろ文句言わないでください。放送室もそうでしたもんね。そうですよ。私にそこはもう入り込まないでください。私がそこは決めたいとこなんで。本当ですか。今日道間違えてましたね。スタートと終わりだけはずっと考えたいんで。今日道間違えてました、ね、何か。あ、ここに来るまでの道を、はい、そりゃ道は間違えるさ。だって俺の人生という道も間違えてんだから。うまいこと言ったけど悲しいね。早い。うまいことを言っても悲しいから全然嬉しくないっていう。これいいですね。うまいこと言った後悲しい、悲しい、うまいことを言って落ち込むっていう。いいですね。これ漫才もいいですね。さあ今日3月11日更新なんですけど、大崎さん誕生日おめでとうございます。あら、誕生日おめでとうございます。3月5日誕生日でしたから。ああなるほど、そういうことか。うん、まあこれ撮ってる時はまだ誕生日ではないことか、はい、けど33歳。33歳になりましたよ。どうすか。どういうことですか。まあまあ33に向けて、まあ、まだ実際なってないからね、何とも言えないのはあるけど、うん、もう近いわけやん、言うたら、はい、言うたってもうすぐ33だし、はい、もう33になってるわけでしょ、これ流れてる。なってますよ。何も変わらない。日々は変わらないんじゃない。でも32を迎える去年の誕生日からすると全然仕事とか変わってるじゃないですか。ああなるほどね。うん、でも楽しいっていうのには変わりないからな。大崎さん毎日楽しそうだもんね。別にお笑いっていうかみんなで楽しく笑ってれば緊張感が生まれてるから、どっちかというと、今年の誕生日とかなんかドキドキしてるかもしれない。だから、いろんな緊張するお仕事とか、まあそうですね、頑張っていかないといけないから、はいはい、ここから去年もまだなんかわーってやってたと思います。後輩とか呼んでわーとかっつっておもろいノリとかやってたぐらい。あ、まあまあどっちがいいのか。でもこうやってお仕事もらえるのが嬉しいからね。そうですね。いや、まあ、いい33歳、まあまあね、何が欲しいですか。お、嘘。まあまあ僕はもらえなかったですけど、大崎さんにタンプレは。あげるわけないやろ。なんで俺がお前にあげないといけんねん、ほんとに。まあ視聴者の皆さん聞いててください。ごめんね。いいよ。謝ることできるんだ僕。ひどいこと言った後謝ることはできるんだ。謝ったら警察に入って、ほんとこの人の言葉の。ああ、謝ったら警察はいらないっていうやつ。いやいや、お前さっきからガタガタうるさいな。考えろよ。大きいから。え、大きいから、全然当たることを考えて動け。こうやっていろいろ動いてるけど。バカ当たりが。そんなこともお前頭回らんのか。ごめんね。謝ってる。言い過ぎた。申し訳ない。ああ、でもまあ、いい一年しましょう。バカ当たりうるさいよ、ほんとに。なんかあげましょう。ほんとに、はい、嬉しいね。確かに。だからお前は、お前がくれたらもちろん俺も返すよ。本当すか。当たり前じゃん。だから来年の誕生日ポンって返す。ああ、前ですか。俺去年渡してたんですよ、ね。でもこうやって、だからスタートしよう。え、去年俺あげましたよね。もらってないよ。俺タバコカートンあげましたよ。タバコカートンでしょ、はい、あれタバコカートンプレゼントじゃないね。あれは日々の日常が。だからプレゼントっていうのは残るものやね。消えるものは、なんていうの、消費されるものはプレゼントとは言わない。形に残るものを渡してから、己のものを請求せ。この人さ、いい人だよね。どこかどこかこういうとこいい人だよね。どこかでございますよ。今日は何やるんですか。え、今日何やるんですか。プレゼントの話まだ終わってねえよ。おい、あげるもの。いやでも、なんかちょっとマジで思ってたのが。でもサプライズって欲しいの。あ、まあそうですね。うん。OK、OK。はい。まあなんか本当考えてるものが本当にあって、うん、サプライズであるなら、まあそれもそれで欲しいし、なんかそれが面白そうだったらね、YouTube でもいいんじゃない。そうですね。ああ、大崎さんサプライズ企画みたいな。ああ、確かに。一緒に買いに行くとかもいいかもしれないね。だから、収録した日が3月5日にして、例えば撮る日の。それを撮る日を3月5日にして、まあ流れるのはね、後やけど、いいんじゃない、そんなんも。なんか、そういう時の大崎さんって、あ、多分、今大ちゃんが、倉光くんと、
あ、俺の誕生日プレゼント買いに行ってるなって。あ、でも買いに行ってるなと思うし、何かもうだってサプライズされることはもう今分かってるわけよ、うん、言うたら3月5日でって、その上の分かった上のドッキリというかサプライズなわけよ、うん、でここをだからどう乗り越えるかよ2人で。だからいやいやいや、あ、ごめん、あ、なんかミスったかもしれない。俺にとってだからもう分かってんのにこんなに嬉しいかっていうのをだからどうすればいいか考えることが一ついいんじゃないですか。分かりました分かりました。ちょっと楽しみしてますということで、まあまあ話に行きましょう。オープニングがここまでということで、今日のラジオではですね、2月いろいろ頑張ったねということでございますよ。いろいろね、まあありましたね。2月は本当ね、何が多かったかというと、意外とね、朝の番組とか、そうなんですよ、なんか生放送に出る機会がちょっと多かったなと思うんですけど、多かったっすね。ラビットバケット、うん、で、ほんとポカ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 とか生放送がね、多かったですね。本当に多かった。まあ、ラジオとかでもね、ありましたけど、どうです、やっぱ生放送のそれこそラビットとか朝、どう、初めての。いやでもね、僕はね、やっぱ好きですね。あ、生の方が。え、生というか朝出るとかポカポカもそうですけど、あ、昼間のね、この12時台とか、すごい嬉しい。え、嬉しいっていうのは何、好きって嬉しいは多分感情が全然違うんだけど、なんかこう、なんていうかな、あったかい空間ですけど、そのお笑い番組ではないから、まあまあ情報番組というかね、いわゆる。でもラビットなんか結構こう、まあそうですね、色が強いけど、まあまあそうですね、うん、ただ本当に朝はまあなんていうのかな、生放送ってなんか全部考えてきたことはやれるけど、うん、本当ライブに近くて、うん、なんか空気を読みながら自分で爪痕を残していかないといけないっていうのはすごい、うん、あ、難しいけど勉強になるなっていうのは思いましたね。なるほど、うん、普通の返しということでありがとうございます。素晴らしいでございます。いやー、大事ならしいんじゃないですか、そうやってこう真面目に返すところ。俺大好きだよ本当に。素敵だな、質問に対してこうやっ って真面目に返すところ一つもボケない、これがね、俺ね、やっぱり大ちゃんのいいところ。大好きだな。さ、私の方はですね。さ、その、大崎さん、ないんですか、生放送、その。いや、でも本当に、うん、もう本当に真面目に答えてくれたけど、でも本当その通りよ。真面目なこと言うと。うん。うん、でもその感想しかないもん。でも印象深かったね。アナウンサーの方もね、すごいね、うん、なんか優しくてね、優しかった。はい、でも帯するってマジすげえなって思いませんでした。うーん、まあまあね、川島さんこれ毎朝やってんだって思いましたよね。原市さんもポカポカ毎ね、昼毎回ということですごいっすよね。でもなんかなんだろうな、俺なんかでもまだいつも嘘みたいな感じ、朝に自分が出てるとか、あ、生だから確認することができないのよ、うん、まあ、もちろん録画すればいいんだろうけど、はいはいはい、なんかもう確認できないやん、そのリアルタイムの自分は。なるほどね。でも例えば自分が朝起きた時に本当何気なしにつけてる時とかあるやん、番組とかで、うんうんうん、でそんなにポッと自分たちが出てるんだと思うとなんか想像つかないし、なんかゾッとすん、ゾッとしますね。だから未だになんか俺朝の番組とかはなんか慣れない、出てる自分に。まあ見た目からして出てそうなんですけどね。どこがやねん。ヒゲ生えて眼鏡かけて坊主で、さっきからどこがやねんのボケばっかりやな。俺にどこがやねんしか言わせないドッキリかなんか仕掛けてる。一発目の YouTube 企画で。それぐらいどこがやねんばっかりやけど。あ、いいですね、それ企画。何ですかそれ。その曲いいな。いやーでも本当にね、でもその感じ、朝とか昼とかっていうのはなんかこう、うん、嘘みたいな感じだから、うん、うん、まだこう収録とかの方がいざここで勝負して、はい、まあこうやってダメだった時はカットされたり、うん、よかったら使われたりするはっきりしてんだろうなと思ってこう挑んで戦うみたいな感じになるけど、うん、なんか生放送なんかふわふわのまま、なんかテレビ出てる状態が あっという間にね終わりますね、終わるし、うんうんっていう感じに、まだなんか慣れてない自分がいるなぁ。いやーでも出ていきたいっすね、僕は。もっともっと。確かに、あなたはでも合うよ。オハスタとか合いそうなの。そうですか。オハー、あ、すっごい人のやつ。あ、やりますよ。あの、声を発してくれよ。ラジオなんだから。なんだっけ？ラジオなんだから、おもろ動きだけじゃダメだって。
ブン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 でやっちゃってましたね。ブン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 なんか手を回してたけど、でも2月は、朝の情報番組そうですけど、うん、あの私大食いをね、そうしたからね、初で言えばね、初で言えば朝のやつもやったけど、初で言えば有吉ゼミも大食いが、はい、でもやっぱこれはこれで、うん、あのグルナイの方で、うん、あのめちゃいあグルナイの方で、あのゴールデン1回出させていただいた優勝者としてあったんですけど、うん、ちゃんとこう長く映るっていうので初めてゴールデンで映ったやつ、うん、いろいろねやってた、ね、本当だからお母さんとおばあちゃんが泣いたって言って、うん、電話かかってきました、よかったカンタ言って、あの有吉ゼミね、はい、でも僕も応援で行かせてもらったんですけど、ほんと出たの10秒ぐらい、母ちゃんと姉ちゃんから一切連絡がありませんでした、ね、あ、ほんと、ごめんなさい、あれね、見ていただいた方は、分かると思うんですけど、僕が結構メインで映ってるんですけど、いや、それはね、食べるとこだから、それはもう仕方ない、実際収録現場では大崎さんの漫談劇が始まってたんですよもう、綾小路君まろみたいぐらい話してまして、まあ、みんながね、どうしても疲れてくるというか、もうお腹いっぱいで、うん、ちょっと進まないみたいな時間帯があるのよ。ああいう時に、まあ放送には乗らないだろうけど、うんうん、この場の空気を良くするために、うん、結構いろいろバーッと喋ってね、うん、漫談したりとかいろいろしてて、はい、それでね、なんかこう空気がバーンと良くなって、はい、なんかこう野球選手の皆さんとかギャル曽根さんとかも、うん、絡んでね、こう絡んでとかっていうのがこう流動的に動いた、はい、テレビの中には放送の中には映らない、日本一面白い大崎の努力と結晶が詰まったいい番組、いい放送だったんじゃないでしょうか、ということでね、ラジオネーム、メール来てない、ラジオネームメール来てないし、2023年2月とにかく大崎さんがすごかったっていう話を今したかったんですよねいやいや、まあまあでもすごいというか、でもいやいや、だからこうやって映るのはね、すごいいいことだし、俺も映ったところで、でも現場は本当なんか楽しくね、ワイワイしてほしい、いやできました、ね、ギャル曽根さんすごかったですね、いやすごかったすごかった、マジでやっぱね、あれすごいのよ、あの大食いってお腹空いてる時とか私も食べたいと思うかもしれない、もうギャル曽根さんマジ桁違いよ、いやそりゃマジでやばかった、そりゃあれで飯食ってますから、ええーって思った、いや本当に、いやそれこそ放送には乗らなかったですけど、その中で俺らギャル曽根さんに、やっぱギャル曽根さんを軍団長と呼んで、はい、事務所の先輩ですから ね、事務所の先輩で軍団長として僕たち軍団員に、はい、させてくださいって言ったじゃない、うん、でその後ね、1ヶ月後ぐらいに、その収録終わってから1ヶ月ぐらいにギャル曽根さんに会ったの、たまたま事務所の前で、あみたいな、俺本当に軍団員みたいなやつをしたもん、はい、本当におだっすみたいな、おだっすよ、あっよ、あっちも、いやそんなんやめてくださいみたいな俺もなんでこんな深々と挨拶してんだろうと思った時にあ、そういえば俺この人のことを軍団長だと思ってんだと思って、そうあの時言ったことが自分の脳裏からまだ離れてなかったっ、合宿連れてってくださいよとか言ってね、そういうくだりもいっぱいあったんですよね、いやでもさ、ギャル曽根さんも多分 YouTube されてるじゃん、はいはい、ね、せっかくだからね、大食い系の企画とかで、うん、もう軍団長にさ突撃してさ、うん、一緒にコラボしてもらおうよ、いやいいですねそれは、やっぱりさ俺ら思ったのよ、前回のなんかラジオ読んだ時もさ、はい、なんかラジオの中でこう、うん、先輩たちの大御所に行くとか、うん、いう風に書いてあったけど、うん、確かにこれちょんってすなよっていうのもあるし、ちょんってしに行くっていうこの名目のもと、うん、なんかこう特攻隊長として行くのはありかなって、なチャンピオンズの特攻、あ、渡辺エンターテインメントの特攻隊員みたいな形で、なるほどね、いろんなところに我らチャンピオンズが動いて、はい、そして先輩の方々と絡んで、こう渡辺エンターテインメントのこの芸人の縦の軸を作ろうじゃない、なるほどね、すごくいい、はい、と思って、それこそじゃあ有言実行チャンネルじゃないですか、なるほど、なんで渡辺のこの縦の軸を強くして、してで最終的にじゃあ一番最後誰のところに調理しに行くかですよ、これが有言実行ですよ、いやそれはだって、アイクああボケました、ああボケちゃった、ボケちゃった、アイクならさ別にボケでもないんだけど、ボケでも大丈夫それいい声ちゃんとすなよ、いやでもあれじゃない一番上はやっぱりなんか、ヒデさん、ヒデさんか、あでもそうだよね、多分ヒデさん、あでもヒデさんだよね、か本茶マカさんか、その辺は、ね、ほんとその辺だと思うよね、いやもちろん芸人だけじゃなくて、うん、例えばこうアイドルとかもね、うん、いるし、うん、こう俳優さんとか歌手とかもいるでしょ、うん、はい、せっかくなんでこの渡辺エンターテインメントみんなが、うん、このエンターテインメントみんなで盛り上がってるってことが分かれば、うん、テレビ番組とかでも初めまして会った時でも初めましてじゃなくなって、うん、すごくこう、いいこう相乗効果が生むと思う、はいはい、確かに、だって俺らが、ま、マキタスポーツさんとかね、うん、
会っててさ、そうやって絡んでればさ、番組で一緒になったり、うん、ドラマで一緒になったりとかになった時に、うん、すごくいいことになるよ。確かに絡んでたらやっぱ違いますからね。リトグリ全員にこうちょんってしていく、しに行こうよ。確かにいいですね。いいですよ、やりましょうよ。だからそういうなんかもうなんですか、スタンプラリーみたいなの作りますか、むしろもう。なるほど。なんかスタンプいいね。で作って、で毎回そのスタンプラリーにちょんってしてクリアしていくって。なるほど。だから最後ね、ちょんってし終わったら最後スタンプラリーにこう絵的にちょんってされて、そうそうそう、で一番最後真ん中に中山秀さんにチャレンジ権を得るにはここを全部完成させないといけない。そんなに複雑にしたくない。まあ表みたいな形にして、でもいいかも、うん、今回ここに行きましょうとか。はい。で、まずはだからギャル曽根さんはほら、この間絡んだわけだから。そうですね。ちょっとこう、行ってみていいんじゃない？いやー、ちょっと行きたいですね。まあ、で、もう一回ちょっとリベンジみたいな形でさ、はい、ちょっとこう、軽めの大食い対決みたいなこともできたらね。あー、いいですね。大崎さんの次は。あ、でも俺結構食えると思うよ。俺ほんとステーキだって俺 2.5 キロ食べれるから。マジで。ヒレステーキなのね。腹立つな。バイトしてないのに。おい、バイトしてるわ、お前。してないよ。バイトしてるわ。してないじゃん、バイト。してるよ。してない人は食わないですよ、ヒレなんか。食うよ、ヒレ。いや、バイトしてない人は食わないの？食わないよ、だってお金ないでしょ、だってそんな。だ、ないよ。お金借りてて、お金。サーロインぐらいない。多分前回のやつとかもそうだけど、なんか、時々訪れるこの、変な、お前が喋ってることが俺が理解できず、で、俺が理解できない顔を見て、堀之内もテンパってきて、もうお互いが喋ってることがわけわかんない時間、一回訪れるんだよね。このラジオの中で、俺ら。ちょっと一回落ち着いていきましょう。一回落ち着こう。落ち着いていきましょう。多分今なんか、あれなんかわけわかんない。なんか、え、バイトしてなかったらヒレくれない？いや、そうでもないけど、なんか、っていう感じ。ちょっとリセット。リセットですね。まあでもそういう企画いいですね。ああね、特攻隊長ということで。でもそれもね、有吉ゼミで絡ましてもらったからということもありますけど。だから、うん、2月なんで、それこそそうやって突撃するしに行くのもロケですけど、うん、あのね、初めてロケさせてもらったじゃないですか、2月。夜のブランチ。夜のブランチさんね。初めて単独でロケね。ねえ、まだちょっと放送は僕たちこう撮ってる時は見れてないですけど。はい、多分もうこのラジオが流れた時に放送されてますから、うん、あれ俺嬉しかったな、夜のブランチ。いや、あのロケで、ロケがあって、ほんと夢見てたというか、うんうんうん、いつかこうテレビ局のさ、駐車場みたいなところでさ、うん、さ、今日はね、何々するために参りましょうみたいな。あ、俺めっちゃやりたかったんすよ。いや、俺ね、だからほんと俺、俺の命っていうか、あのね、うん、大ちゃんか、うん、大ちゃんはやっぱりね、なんていうのかな、結構形から入るタイプというか、おう、だから何でもゴルフとかでも形とかから入ると思うんだよ。うん、あんまりね、言ったことないけど、うん、でもなんか多分そういういわゆるロケしてますとか、うん、そういう、うん、で朝の番組とかそうや、うん、テレビ出てますみたいなのが多分もう嬉しいんだろうね。いや、もう嬉しいですよ。あのワクワクしてる感じがすごい伝わってたもん。ロケバスで。いや、ロケバス乗ってる時からもう多分ロケバスに乗ってる自分とかも嬉しい。ああ、もう嬉しい。うわ、俺ロケバス乗ってるみたいな。嬉しかったでしょ。嬉しいよ。マイクつけてるって。見上げてるっていや、こっから、で、ちょっとこう、上を羽織って、こうロケバスから出ていく感じとか。そう、大好きです。うわ、なんか、あの、シロリーさんがこう出てくるとこみたいな感じっていうね。その感じ、もろ出てたね。いいじゃない。いや、いいのよ。いいでしょ？いいのよ。出すな。その喜んでる感じが俺が伝わってきて、俺はなんか他のこといろいろ考えてんのに、もうお前が、はぁ、イェーイってしてるのがすっごい伝わってくるから。もうね、もう楽しむのが一番ですから、ロケ僕担当ですから。いや、だからそれは攻めてはないけど、はい、いやいや、だからね、そこはいいんですよ。いやでも本当に嬉しかったっすね、人生初のロケ。あ、そうですか。でもやっていきたいっすよ。いや、そうね、ロケはね、ほんとね、ちょっと自分たちが得意分野にしたいところではあるじゃん、はい、そうなんですよ。だからその上で YouTube の方でもそのアピールとしてね、なんかいろんなロケをやっていこうっていうふうに、だからほんとに言ってるわけだから、何かの番組のロケコーナーをレギュラーでもらえるようになりましょうよ。あ、っていうか、いわゆるだからその有言実行みたいな形でもいいかもね。そうですね、うん、それはやりたい。なんかね、昔そのバイキングでやられてたサンドさんが地引き網みたいな感じの、もうレギュラーであそこで毎回一般の方と絡んで、
ポカポカのだからいわゆるなんかこうレギュラーのところとかヒルナンデスもそうですし、まあ、TBS の本の歌曲全部ですけど、まあ、そのお昼の場所をお昼の枠のなんかやりたいですよね。お昼だけじゃなくてもいいよね、別に、ね、夜もやりたいですし、冒険少年とか朝でもいいしね、いろいろやりたいっすよ。もう一番大崎さんなんか一番薄着で海沿い立たしたら面白い人間なんだから。どういうことなんですか。もう海辺でちょっと寒いところで立たして一番面白いんだから大崎さん。それ別に俺じゃなくても面白いと思うよいや大崎さんが一番面白いですよ。わかんないな、ね、この舐め方のこの感じでのもうこうなんていうの、だからお前が俺を面白いと思ってる感覚が俺にはわかんないんだよ時々ものすごい変なところで笑ったりするからどこで笑ってんだろこいつっていう。自由だからね、はい、都合は。でそれ有言実行しましょう。確かに、はい、なんかでもそれはいいかも。ロケの一つ、まあ帯的なものをもらうなり、うん、これレギュラー企画だよね、はい、いわゆるこうだから無人島に行くロケみたいなのはもうチャンピオンズだみたいな感じになって、はい、そうですね、なんかそういう風にこう夜のゴールデンとかでそういうさ、はい、な長い企画あるやん、うん、いわゆるありますね。あんなんをさちょっともらって、うん、やりたいね。なんか本当何かをしに行く探偵探なんつうか。でも多分ロケの感覚は、うん、堀之内は実はあごめんね大ちゃんは、うん、大ちゃんってめんどくさいな本当に。大ちゃんはまあいいです別に堀之内はまあまあね、うん、でもお前はさだからなんか結構一般の方と絡むだからいわゆるこう、うん、商店街行ってはいはいとか、うん、そんな感じのロケが多分好きだよね。大好きです。でやりたいなって今イメージしてるでしょ。はい。俺は多分ちょっと違うね。こうなんかこういわゆる無人島とか山とか行って二人で何かをしないと達成しないといけないみたいなロケとかを多分今やってみたいなって思うから。はいはいはい。本当それこそ。これがまたちょっと別やから、これもさ別の感じでこの有言実行チャンネルで一回撮ってみてさ、どっちも、うん、でどっちがチャンピオンズとしていいのかさ、うん、先に分かっとけばそれアピールできるやん。いやもうそれはもうどっちもですよ。いやいやどっちも一番だけど。いやでも確かにだからまあ本当言ったら千鳥さんみたいなロケってことですよね。何か千鳥弁当みたいな昔やられた弁当を完成させるために二人山入ったり街に聞きに行ったりっていう。まあでも人と絡むというよりは何か二人でチャレンジするっていう。あ、本当どっちかというと冒険少年とかの方が。なるほど。もう脱出するとかっていう感じ。なるほどなるほどなるほど。チャレンジ企画ロケみたいな。はいはいはい。はあ、あでも楽しいですね。まあだからそういうどっちもやってみてみたいな。なんか皆様聞いてる皆様もなんかこういうのあってんじゃないかとか、うん、こういうロケチャンピオンズに行ってほしい合ってるみたいになったらぜひなんか送って。確かにそれをちょっとあの募集しましょうか、うん、メールをね、うん、こんな風なだからロケいわゆるロケでこんな風なやってみたいっていう企画、うん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 、企画案を、募集します。募集しましょう。はい。これからチャンピオンズの有言実行チャンネルは皆様の企画のもと成り立っていきます。ああ、ありがとうございます。はい。だからぜひ皆さん企画をどん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 。めちゃくちゃ細かく、例えばどっかに行って、これやってこうやったらチャンピオンズいいんじゃないですかとかでもいいですしね。いいですし、うん。うん。もう本当に皆さんディレクターになったつもりで、はい、作家さんになったつもりで、はい、ぜひご協力くださいということで、はい、まあちょっと時間も、あ、またちょっとギュウギュウになって申し訳ございませんが、はい。はい、ここまで、はい、以上しましょうか。はい、メールはいつも通りこちらまでお願いしますね。マジどしどしとお待ちしておりますので、はい、さあここまで聞いていただきましたのは、日本一面白い大崎とデイちゃん、デイちゃん、ヒビゴトゥエンターン、エッタレッツゴーラジオ先輩、うん、終わるよ。